警察によりますと、千葉県警市原署の交番で勤務する巡査の浅岡隆容疑者は今年2月、市原市に住む75歳の女性のクレジットカード1枚を盗んだ疑いが持たれています。女性の親族が 2,3 日前から女性と連絡が取れない、家の鍵が施錠されていると警察に通報。浅岡容疑者は安否確認のために消防隊員らと現場に向かい、家の窓を壊して自宅に入った際に犯行に及んだということです。女性は体調不良で倒れていて病院に搬送されました。浅岡容疑者は調べに対し、私がやったことに間違いありませんと容疑を認めているということです。